どうも皆さん、朝霧海斗です。今回の動画なんですけれども、いやーね、嬉しい報告がございますので、皆さんにお伝えしようと動画を撮っているわけですけれども、こちら今映っているエアコン、やっとですね、僕の撮影部屋に取り付けることができたんですよ。今までね、エアコンがなくて、夏は暑いし冬は寒いしで、もう撮影するのもしんどかったわけですよ。そこにですね、今年の夏、こちらのエアコンを買うことによってですね、快適に撮影できるということで、いや、嬉しい限りでございます。で、僕が選んだエアコンなんですけれども、パナソニックさんのエオリアというね、パソコンを選びました。はい、でですね、まあ数あるグレードの中で僕が選んだのは、まあこの一番下の J っていうあのグレードがあるじゃないですか、この J ね、J の1個上ですね。はい。こちらの GX というですね。ここからお掃除ロボットがつくということで、まあ、今回はお掃除ロボットとかつけた方がいいかなということで、こちらの GX シリーズというものを今回購入したわけです。で、パナソニックさんに選んだ理由っていうのが、はい。次のページのこれですね。ナノ EX っていうですね、こちらのイオン。これが様々なですね、まあ、ウイルスやカビやら菌、花粉、アレルギー物質、まあ、PM2.5 までに、抑制してくれるということで、まあ、これはすごいんじゃないかということで、まあ、ダイキンさんのエアコンと迷ったんですけれども、僕はパナソニックさんを選択した感じですね。はい、そしてなんといってもね、ナノ EX、僕が買ったモデルはですね、この高濃度のナノ EX というモデルで、トライの4兆8000億個に比べて、なんと2倍の量。9兆6000億個のですね、ナノイが出てるということでね、これはすごいんじゃないかということでね、即戦購入しましたね。ダイキンさんも良かったんですけどね。はい。でですね、起動したエアコンはこんな感じになってますね。今、パワフルでちょっと運転してるので、はい。音がうるさいかなって感じですけれども、こんな感じで、エアコンが回っていると、いうことになっております。はい。はい。そしてですね、もう一つ、実は家電を購入いたしました。こちら、ダイキンさんのストリーマの、空気清浄機なんですけれども、こちらを今回購入したわけです。で、その理由なんですけれども、まあ、撮影するときに、結構今までホコリが舞ってたんですね。で、フィギュアを撮影するにしても、抱き枕とかタペストリーを撮影するにしても、ホコリなんかが結構、映り込んで、特にフィギュアかな。映り込んじゃって、入っちゃって、ちょっと、ああ、これどうなのかなって思ってたんですよ。で、そのホコリを徹底的に、集めるために、こちらを、購入いたしました。まあ、空気清浄機っていろんなメーカーから出てますけど、僕はダイキンさん一択かなって思ったので、ダイキンさんこちらのね、ストリーマの空気清浄機購入いたしました。はい、でですね、使用方法なんですけれども、こちらのボタンをポチッと押すと、はい、空気清浄が始まりますね。まあ、最初の5分間ぐらいはここずっと青なんですけれども、まあ、匂いだったりとか、PM2.5 だったり、これを感知すると、まあ、オレンジ色になったり、まあ、その匂いなんかが強いなっていうと、ここが真っ赤になったりするわけなんですよね。で、今湿度計出てないんですけど、今測ってるみたいです。で、こちらがストリーマが、出てるよっていうサインですね。で、こちらは加湿の時に使う給水ランプなんですけど、僕は加湿はやらないので、ここは、消灯したままです。で、コースとかがいろいろあって、僕はいつもですね、ホースの風量自動を使ってます。でもね、長くこの部屋にいなかった時は、こちらの風量っていうところを押していって、はい。こちらのね、ターボ運転で、まあ、最初の位置は回す感じですので、ターボにすると、わかりますかね？ここが引き出し口なんですけど、結構すごい音するんですよ。ほら。結構な勢いでですね、これを綺麗にしていきます。
まあでも寝るときなんかは本当にね、コースでこんな感じで押して、風量自動にしてって、はい。こんな感じで、いつも使ってる感じですかね。はい、ということでですね、2種類の家電を簡単なんですけれども紹介させていただきました。まあこの家電でね、さらに撮影のね、快適性、撮影場所の快適性が上がったかなと思うので、これからもね頑張っていきたいと思いますので、皆さん僕のチャンネルもねどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。